熊本市販学校は、第二次世界大戦中の1943年に、熊本県に設置された市販学校である。本校は、熊本県主販学校、熊本県女子市販学校などの前身諸校を含めて、記述する。仮市販学校熊本県主販学校熊本県、尋常市販学校熊本県市販学校、熊本県第一市販学校。 熊本県師範学校熊本県第二師範、学校熊本県女子師範学校熊本市範学校前身の熊本県師範学校から引き継いだ熊本市慶長本庁のコーチを使用した新生熊本大学教育学部への移行を前にした1949年4月男子部女子部が統合され京町コーチは本家のコーチとなった 熊本大学教育学部の発足により、京町コーチは京町教室となり、学部の本校が置かれた。1954年10月、熊本大学教育学部は、現在の黒上キャンパス北地区に移転し、1955年2月までに移転完了した。現在、旧慶長コーチは、熊本大学教育学部附属小学校。 熊本大学教育学部附属中学校によって使用されている。前身の熊本県女子師範学校から引き継いだ熊本市内、坪井町のコーチを使用した。新生熊本大学教育学部への移行を前にした1949年4月、男子部、女子部が統合され、うち、坪井校コーチは余下のコーチとなった。熊本大学教育学部の発足により、うち、 坪井コーチは、坪井教室となり、2年生家庭が置かれた。その後、熊本大学教育学部は1955年2月までに、黒上キャンパスに統合移転した。現在、旧内、坪井コーチは、熊本市立富士園中学校、熊本市立上等小学校によって使用されている。国立、熊本市販学校史発行当時は、県立第一高校コーチだった。 第一高等学校遠隔熊本県高等女学校によれば、旧日本優勢校舎九州支社、ホテルキャッスル付近。宝卓郡県群村、泉村第二市販学校付属小学校は、熊本県市販学校、第二付属小学校と改装、私立砂鳥小学校として独立。満死方面日本人学校教員の育成が目的。1942年入学者で終了。 ABC 漢方第3199号大正12年4月2日漢方第4865号昭和18年4月2日ありがとうございます